皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケットモンスターレッツゴー EV やっていきましょう。ということで明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。この時期、まあ、お正月だからお年玉皆さんももらってる方もたくさんいるんだと思います。で、私はですね、お年玉がもらえないので、今回はお小遣いが54円ということで、ポケモンの世界でお年玉を見つけに行こうと思います。お年玉と言ってもどうするのっていうことなんですけど、現在地の花田シティからのすぐ近くの花田洞窟で探し物で、それをね、換金してお年玉にしたいと思います。行ってみよう。花田洞窟、今回一緒に来てるのが、あ、ぶつかっちゃった、お供ゲンガーなんですけど、相棒のイーブイとお供のゲンガーが見つけてくれるものを換金できる大きな真珠とかね、星の砂系は換金をしてお金に変えていくらになるのかっていうのと、道具系もですね、どれぐらい何を見つけてくれるのかっていうのを試してみたいと思います。で、制限時間がないと困るなと思うので、30分間で探してみます。あれ、ゲンガー、どうした、なんか見つけた。おや、ゲンガーが何か掘り出した。星の砂、え、待って、一発目ゲンガー、私相棒が見つけてくれると思ったんだけどなよし、じゃあ光るところでね、何か落ちているものは見つけていきたいと思います。ここだ、相棒一発目、金のパイルの実。あれ、おかしいな、あれ木の実、お、また金のずりの実。あれなんだろう、木の実が好きなのかな。これはハイパーボール、道具だけ、今のところゲンガー君しか換金できない。スーパーボール、だいぶいろいろ落ちてますね金のずりの実、あれ運が良かったらマスターボールとか出るんですよね。ハイパーボールを見つけた。これはスーパーボール、え、なんかゲンガーだけ、もしかして金のパイルの実、結構金色のパイルの実とか見つけるね。元気の塊、化石じゃなかったか。ここね、化石が出たりするところなんですよね。前来た時は琥珀の化石を今のところでもらいました。今日は違うか、金のパイルの実、なんかこれ多いね。モンスターボール、たまに10個とかもありますよね。もしかしてゲンガーが優秀だった。でも最後までやってみないと分かんないですもんね。イーブイちゃんの尻尾が反応しない。おや、ちょっと時間経たないと出ないかな。ま、どうしたどうした、ゲンガー、まさか、ゲンガーが真珠、ゲンガーが優秀すぎるかもしれない。あれ、ちょっと負けてらんないよ。相棒 EV 数だったら相棒 EV の方がはるかに多く見つけてくれるんだけどな。どうしたんだろう。おっと、発見、金のずりの実、あ、金の木の実が多い感じ。あとなんかハイパーボールの数が今のとこ多いかも。おお、当たってしまった。まあラッキーもね、経験値いいですから。今手持ちのポケモンをレベル進化の子とか、レベルをねもうちょっと高くしたいなーっていう子を連れてきてるので、ラッキー取れれば経験値多いからいいと思うんだけどな。もしかしたら図鑑の登録も今回でできるかもしれないですよね。ここラッキー結構出るところだと思うんで、見つけたら捕まえに頑張ろうと思います。で、その間に時間も経つから落とし物も復活するんじゃないかな、多分、分かんないけどとりあえず30分なんでね、
ラッキーをこう捕獲してる時間も含めて30分測っていきたいと思います。エクセレントどうかな。エクセレントで捕まえたら、おほー来た、これは経験値が多いぞ。あれレベル上がったら進化するんじゃないかな。2738、多分進化すると思うんだけどな。 2.4、 あ来たね、謎の草が来る。あーマンキーがめっちゃ上がってる。19まで来た。謎の草35、36、マンキーが4レベ5レベぐらい上がってるんだ。乱れ引っかきか、忘れさせない。17、18、19、すごいね。サンドも29で、ベトベターも25じゃない、45。あれ今なんかチラ見して間違えた気がするけど、まあいいか、数字読めてなかったよね。謎の草はこれで進化です。まあ、ラフレシアの進化の時は石の進化なんで、図鑑登録をする時には石進化で入れようと思います。臭い花に進化した。わー、図鑑登録になりますね。 EV 版だと出ないのでピカチュウ版から移動させてきてる子です。強烈な臭さ、それなのに1000人に1人ぐらいはこれを好んで嗅ぐ人がいる。 0.001%、 かなり確率が低い気がするけど、どんな匂いなんだろう。私あの嗅いだことがないんだよね、ベトベターの様子が。ドリアンとかも嗅いだことないからどうなんだろう、どれぐらい強烈なのかをあの想像ができないです。でアローラベトベターなんで、アローラのお姿でリージョンフォームのベトベトン、綺麗だね。サンムーンの時も思ったんですけど、やっぱなんかスイッチ版だと顔のアップが結構でっかいので表情がよく分かっていいですね。大好物のゴミをたらふくいただいたベトベトンほど体の模様が鮮やかに色づくのだ。ってことは結構食べてる子かな、これ。鮮やかだよね。もっと鮮やかな子がいるの？もしかしたらなんか色違う？いや一緒だよね。うん、多分かなりね食べてるんだと思う。ってことでリージョンフォームで図鑑の登録ができました。ハイパーボールを見つけた。 EV ちゃん頑張って。金のずりの実、金ずり多いな。お、あるぞ金のずりの実。やっぱりなんかすごく多い。どうしたの、神秘的な景色に見とれてる。ハイパーボールを10個、数が多くなった。ディリッ、七の実だね、金の七の実。この辺にはないかな、あった、金のずりの実。なんか金のずりの実多いよ、いいことだよね。あれかな、ずりの実場所一緒？なんかちょっと違うけど同じようなところで出てる気がする。どうした、どうした、ゲンガ見つかんない？拾った金のずりの実を気にしてる。食べたいのかな、お腹空いてる。もうちょっと頑張ろうゲンガ、ごめんね。拾ったずりの実気にしてるんだ。どうかな、スーパーボールを見つけた。ハイパーボール率はやっぱ高いね。スーパーボールはちょっと少なめな気がします。こちら。金のずりの実。めっちゃ見つかる。イーブイが、あれ？入ってくれ。多分これで進化になるはずだから入ってくれ。あ、来た。よかった。多分ね、マンキーが進化すると思うんだよね。28レベルまで上がりました。いや育ってきてますね。サンドはあの石進化なんでレベルだけ上げに来てます。臭い花ももうちょっとレベル上がってくれるといいな。やっぱり来たねマンキー。あれこれ怒り猿になった時になんか覚える技があった気がするんだけど、何だったかな。出た怒り猿。
はい、ホコリザルです。周りに誰もいない時は怒るのをやめている。しかしそれを見るのは難しい。あれ、どういう意味？怒ってない時は少ないよっていう意味かな、これ。金のパイルの実。あれ、パイルの実系もちょっと少なかった気がするからいいね。金のずりの実。やっぱずりの実が多いでしょ。他は？ここは出ないか。パイルの実ちょっと増えてきてるかも。モンスターボール、他どうかな。ケンガー、どうした？遊びたそうだ。そっか、なんかですね、もう30分経つんですよ。なんでここでちょうど終わりたいと思います。で、最終的にどうだったのかは私も後で集計なので、その時に見たいと思います。とりあえずなんですけど、すごいね、なんか微妙な結果になってるかもしれないけど、帰ろう。どうしたの？大きくて強いライバルを、大きくてあれ、ゲンガーのこと気にしちゃった？そういうこと？売りに来ました。はい、お小遣い54円からいくらになるか売っていきたいと思います。なんとですね、今回あの売ろうとするもの、売れるもの、基本的に売ってっていうのが2種類です。はい、一番最初に見つけてくれたゲンガーが見つけた星の砂と、あとはその後見つけた真珠、これだけが売れるっていうね、すごいことになりましたね。私が見つけたあのお金に代わるもの2500円、はい、お年玉は2500円になりました。あとはあの木の実系なので、そのまままた使おうと思います。いや、今回はね、ゲンガーがすごく優秀でしたね。で、相棒イーブイが見つけてくれた道具もかなり数が多かったので、またあの花田洞窟で物探しにも向かいたいと思います。いかがだったでしょうか。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!